用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはロジリオン、レッドモンレーブ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてロジリオン行きました。アルナーシリーブ先手を取りました。内からジェイパームス、その外からパラレルビジョン、その後ろにバルサムノート、内からはミシシッピテソーロ、バスラットレオ、すぐ後ろソウルラッシュ、その前に進出、すぐ後ろにレッドモンレーブ、外にはジュンブロッサム、その後ろにセリフォス、すぐ隣にゴンバデカーブース、その外にクルゼイロドスル、オレンジの帽子タイムトゥヘブン、その後ろ前はアルナシーブ、ジェイカーブス、ほとんど差がありません。パラレルビジョン3番手。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭に立つのはアルナシーブ、外からソウルラッシュ、ソウルラッシュ、ここで先頭に躍り出た。差はほとんどない。アルナシーブ、万事休す、ソウルラッシュ先頭です。200を切った。後続もやってくる。ジュンブロッサム離されていく。先頭はソウルラッシュ、一着でゴール。二着は微妙です。勝ったのはソウルラッシュ、このレースを制したのはソウルラッシュ。スタートしました。勢いよく飛び出したのはジュンブロッサム、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがジュンブロッサム、先手を取ったのはジュンブロッサム、内からはアルナーシーム、内を通ってミシシッピテソーロ、ジェイパームス、その前に進出、外にはパラレルビジョン、内からバスラットレオン、その外からバルサムノート、その後ろにソウルラッシュ、すぐ後ろにセリフォス、その後ろにクルゼイロドスル、黒の帽子ゴンバデカーブース、その後ろその外にロジリオン、エアロロノア、そのうちに続いています。ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。さあ先頭はパルナシーム、2番手はジュンブロッサム、パラレルビジョン3番手。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。アルナシーム先頭です。ゴンバデカーブースようやく上がってきた。アルナシーム、いい足だ。ここから勝負をかけます。あと 200m、 ゴンバデカーブース追い上げてきた。ゴンバデカーブース抜けた。2番手はレッドモンレーブ、ゴンバデカーブース、ゴンバデカーブース1着、2着は微妙です。ゴンバデカーブース見事このレースを制しました。スタートしました。ポンと飛び出したのはミシシッピテソーロ、バスラットレオ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュをつけてバスラットレオ行きました。先手を取ったのはバスラットレオ、その後ろにミシシッピテソーロ、その外にアルナシーブ、その後ろにジェイパームス、ピンクの帽子パラレルビジョン、その後ろこれに続いてバルサムノート、隣にはジュンブロッサム、この集団にセリフォス、すぐ後ろにソウルラッシュ、その後ろからはゴンバデカーブース、クルゼイロドスル上がっていきました。エアロロノア、それに続いています。ここでアルナシーブ先頭に変わりました。バスラットレオ、ほとんど差がありません。ミシシッピテソーロ3番手。さあ直線に入りました。これからの勝負、アルナシーブ先頭です。もうほとんど差はない。先頭を行きます。アルナシーブ、後続も横いっぱいに広がっている。先頭に立つのはアルナシーブ、残り 200m。 さあ先頭は今度はソウルラッシュ、ジュンブロッサム抜け出す。ソウルラッシュ差はほとんどない。ジュンブロッサム、ジュンブロッサム1着、2着は微妙です。勝ったのはジュンブロッサム、このレースを制したのはジュンブロッサム。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。バルサムノート、前に行きそうです。先手を取ったのはバルサムノート、アルナシーブ、そのうちに続いています。隣にはパラレルビジョン、内からジェイパームス、その後ろにバスラットレオ、ここにつけたのがミシシッピテソーロ、この集団にセリフォス、その外からジュンブロッサム、内を通ってソウルラッシュ、この位置にクルゼイロドスル、外にはロジリオン、内からはゴンバデカーブース、その外にタイムトゥヘブン。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。アルナシーム、ここで先頭が入れ替わりました。ジェイパームス、アルナシーム2番手に控えました。さあ直線に入りました。これからの勝負、一番前にはジェイパームス、差はほとんどありません。アルナシームいっぱいになった。外の方からセリフォス、
ジェイ・パームス先頭、その差はもうない。200を切った。ソウルダッシュ追い上げてきた。ジェイ・パームス厳しいか。ソウルダッシュ抜き去る。ソウルダッシュ、ソウルダッシュ1着、2着にはどうやらジェイ・パームス。勝ったのはソウルダッシュ。このレースを制したのはソウルダッシュ。スタートしました。モンバデカーブース、これは好スタート。タイムトゥヘブン、この馬も好スタートを切りました。16番ジュンブロッサム行きました。先手を取ったのはアルナシーム、ジェイ・パームス、そのうちに続いています。その外からパラレルビジョン、内からはミシシッピテソーロ、その後ろにモンバデカーブース、その隣にバスラットレオン、外にはバルサムノート、その横にタイムトゥヘブン、その後ろにソウルラッシュ、すぐ隣にエアロロノア、セリフォス、すぐ後ろオレンジの帽子ロジリオン、その後ろ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はアルナシーム、2番手はジェイ・パームス、パラレルビジョン3番手。さあいよいよ直線の攻防。アルナシーム先頭、しかし後ろとの差はわずか。これはどうだ。アルナシーム先頭です。差はほとんどない。ジェイ・パームス盛り返す。先頭に立つのはアルナシーム。残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はグルゼイロボス、並んでいます。モンバデカーブース3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。わずかにグルゼイロボス体勢有利。スタートしました。ポンと飛び出したのはパラレルビジョン、アルナシーム、この馬も好スタートを切りました。パラレルビジョン前へ行きます。ジェイ・パームス先手を取りました。その外からアルナシーム、ミシシッピテソーロ、そのうちに続いています。外にはバルサムノート、内からソウルラッシュ、すぐ隣にセリフォス、その隣にバスラットレオン、外を通ってジュンブロッサム、グルゼイロドスル、それに続いています。ここにつけたのがタイムトゥヘブン、内を通ってゴンバデカーブース、その外にロジリオン。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はアルナシーム、アルナシーム後続を引き離していく。2番手はパラレルビジョン。さあいよいよ直線の攻防。アルナシーム先頭です。しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。先頭にアルナシーム、ジェイ・パームス足を伸ばす。200を切った。ここで先頭変わってジェイ・パームス、セリフォス前に出る。ジュンブロッサム食らいつく。セリフォス1着、セリフォス2着、ジュンブロッサム。勝ったのはセリフォス。このレースを制したのはセリフォス。スタートしました。レッドモンレーブ、これはいいスタートを切りました。セリフォス、この馬も好スタートを切りました。7番セリフォス行きました。先手を取ったのはセリフォス、外を通ってアルナシーム、その外からパラレルビジョン、これに続いてジェイ・パームス、その外にバルサムノート、並んで16番ジュンブロッサム、ミシシッピテソーロ、その前に進出。この集団にソウルラッシュ、内からバスラットレオン、外にはロジリオン、内からはレッドモンレーブ、隣にはグルゼイロドスル。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はアルナシーム、2番手はパラレルビジョン、セリフォス3番手。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭にアルナシーム、しかし後ろとの差はわずか。これはどうだ。アルナシーム先頭です。さあジェイ・パームス一気に来た。200を切った。ここで先頭に立ったジェイ・パームス、レッドモンレーブ叩き合いになるか。ジェイ・パームス、ジェイ・パームス勝ちました。2着にレッドモンレーブ、3着にジュンブロッサム。勝ったのはジェイ・パームス。このレースを制したのはジェイ・パームス。